こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。済んだもんなのだ。今回はこちらのパンドランドというゲームのリセマラをしながら、リセマラで出たら最強のキャラの紹介もしていきます。ゆっくりしていってね。リセマラは2回目になるのでサクサクといきます。このゲームは最高レアキャラの確定ガチャチケットがもらえるからかなり良心的なのだ。通常のやり方では手に入らないので、途中で説明していきますが、手間はかかるが見合った報酬がもらえるんだぜ。そろそろゲームが始まりますよ。ワクワクなのだ。パンドラの箱を探しに行くようですね。あるあるな設定だな。タップした位置にキャラが動いてくれます。途中からはオート操作できるから今だけの我慢だぜ。下のキャラのボタンをタップして狙いを定めてスキル発動です。ちょっとした小技があって、右のキャラのスキルの引き寄せを発動してから、左のキャラの落石スキルを発動させれば、効率よく敵を倒せます。スペシャルスキルも全体攻撃だから、どんどん使っていきたいな。ここで注意点があって、一度決めた名前は今後変えられないので、リセマラをするときでもちゃんとした名前をつけましょう。後で公開しないように、あーとかはやめるんだぜ。ワールドマップにやってきました。ここで最初は右上の平原エリアを選ぶと、ステージクリア後にもらえるペガサスの属性ボーナスが強いので、平原から行きましょう。ディブルって言い方、なんかいいな。初めてのボス戦です。しっかりスキルを当てて時短を狙いましょう。影が明らかに馬なんだぜ。ペガサス戦です。苦戦することはないです。なんか虹色のキューブ落ちたな。おーペガサスちゃん、チームに今のお馬さんを編成します。
次はアイテムだな。ここからはオート操作できます。めっちゃ楽なのだ。スキルも自動使用です。ネズミをゲットだぜ。個人的にこのキャラのクセル感が好きです。ハマる人はハマるのだ。この馬の飛びかかるスキルが強いです。楽々撃破だぜ。ここで強化が解放されます。ガチャまであと少しだぜ。大間さんレベルアップなのだ。1の1をクリアすればチュートリアルが終了し、ガチャが解禁されます。なんか画面固まってて草。お使いの端末は正常です。ついにガチャタイムです。ここまで10分くらい。最初はチュートリアルガチャを引きます。強制だぜ。
今は新キャラのソフィアちゃんが出てるらしいです。ここでプレゼント一覧にガチャチケが出てない人はタスクキューをして、この動画の概要欄にある招待リンクを踏んでアプリを開いてください。正しくできていればクルトン1から招待を受けれます。ミッション報酬も忘れずに受け取りましょう。図鑑を押すとさらにダイヤをもらえますが、これをやってもガチャが引ける回数は変わらないのでやらなくていいかも。招待を受けていれば、確定チケットがプレゼントに届いています。まずは無料ガチャを引くんだぜ。次に確定チケットで専用ガチャを引きます。ここでジャンヌやエドワードあたりを引けると気が楽になります。同属性の味方の攻撃力アップとかが強いんだぜ。ではここからが運ゲーです。日頃の行いは良い方なのだ。本当か？確かめてみましょう。外れてますね。おいおい。いかにもな確定演出だぜ。妖怪狩りが出ました。あと2回引けます。終わってしまったなのだ。リセマラ終了基準は SR ランクで唯一無二の特技を持つジャンヌダルク、始皇帝、諸葛孔明、織田信長あたりが一体と同属性で強いスキル持ちの2体目、エドワード、あたりがおすすめです。ウプ主は1回目でジャンヌダルクとピックアップのソフィアちゃんを引いたので、満足してリセマラをやめました。いいのが出なかった場合はメニューからデータを削除してやり直しです。今回の動画はここまで。参考になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。